皆さんこんにちは。私は今相原にお邪魔しているんですけれども、この辺りはですね、昔はもう毎日あちこちの家の中から織物を織る音が聞こえてたところなんだそうです。まあもう今は本当に静かな住宅街という感じなんですけれども、ところがこのお宅からだけはその織物を織る音、食器の音が聞こえてくるんです。実は今回のテーマはこのお宅のご主人吉川宗一郎さんなんですけれども、吉川さんは明治のお生まれで、もう半世紀以上も織物に打ち込んでらっしゃる方なんだそうです。今日はどんなお話を伺わせていただけるのか楽しみですね。吉川宗一郎さん、78歳、東京府立八王子職専学校、現在の八王子工業高校を卒業後、父親の経営する織物工場で基礎技術を身につける。戦時中、上海で工場長として多くの人たちに織物の技術を指導。戦後、手工業製品中央委員会に勤める。その後、父親の工場を受け継いで工場経営に努力し、優れた細幅織物と組紐製造を続ける中、後進育成にも情熱を燃やしている。そして昨年、市より技能功労者として表彰された。吉川さん、先日は技能功労者として表彰を受けになったということで、本当におめでとうございました。いやいや、どうも恥ずかしいです。いやいや、なんかもうご自分でこのお仕事として織物をなさってからはもう50年以上ということでいらっしゃるそうなんですけども、そもそも吉川さんはもうお父様が織物の工場をなさってらしたということで、子供の時から織物に囲まれて育ってらしたという。そうですね、おじいさんの世界で。あ、そうなんですか。じゃあもう親子3代、それで今はもうご子息様が今、こんな程度だけどね。すごいですね。すごくもないですよ。で、もともとこの相原というところは非常に織物が盛んな場所だったそうですね。そうです、とても盛んだったんです。私らが14の時はこの近在で、この相原に6式あったでしょ。そもそも細幅織物というのはこういういわゆる幅の狭いものというふうに考えればよろしいんですか。そうです。そういうふうに一口に細幅とも言っても、これはよく私たちが手芸屋さんなんかで見る、なんかリボンっていうふうにね、言ってるものなんですけれども、これにゴムの入ったものがあるしね。それはどんなものに使われてたんですか。これはね、ズボンっていわゆるサスペンダーってやつだったね、それからこういうところワイシャツの声こう、今もちょっと流行ってるんですよね。ああいうもんだとかね、そういうもんだったですね。上海の時というのは大体昭和何年ぐらいですか。昭和16年ぐらいに撮ってるのか、それも言ったでしょ。言葉なんか、ほら、もうぶっつけ本番だからね。だって通じないんじゃないですか、そしたら。いや、それだけど、ほら、初めはね、これは何だっていうのを覚えてね。その後のボリビアの方の、あれはもう昭和30年代過ぎてからという、30年。あ、そうですか。その時はいかがだったんですか、向こうでは。その時はスペイン語だからね、英語よりスペイン語の方がね、発音が楽だからよく通じるんですよね。でもそうしますと、あれですね、その織物に関わってらっしゃったことで、もう国内だけでなくて海外にも随分足を運びになったようですし、それからいろんな人たちとも出会いがあったと思いますし、吉川さんにとってこういう織物の魅力っていうのはどういうことなんでしょうか。魅力っていうのは、魅力っていうほどのことはないけど、やっぱりね、うまくできんと嬉しいですね。それでね、素人がね、ここはこういうのできねえかっていうのなんですよ。そうするとね、こっちは全然気がつかないことを言われることがあって。じゃあ逆にそう、専門じゃない方からの。そうするとね、私らね、ドキッとすることありますよ。いろんな
なことをね次々新しいものを発見されていらっしゃるみたいなんですけれども、その秘訣っていうのは何なんでしょうか。要するにまあ簡単で野獣馬精神、野獣馬精神もの好き。それとね、私はね、人の言うことはよく聞くべきだと思うね。はあ、さっきも話したのにね。いや本当、私もこれからその野獣馬精神と、まあ、人の言うことをよく聞くというのを。そうですね、そうですね、人の言うことは一番得ですよ。本読んでアイデアマンになれるかもしれない今日はどうもありがとうございました。いやいや、どんどんね。いかがでしたでしょうか。とにかく細幅織物というのは何だろうかという、私はあ、こういうリボンだったのかというふうに、あのカラフルなたくさんのリボンの中に囲まれてとても楽しかったんですけれども、実は今日は朝からこの暗くなる夕方まで丸一日このお宅にお邪魔していました。そのカラフルなリボンの楽しさもさることながら、何よりももう吉川さんのお話が楽しくて楽しくて、あっという間に時間が過ぎてしまいました。まあ、あのユニークな、あの柔軟な思想をこれからも私ちょっと、勉強させていただきたいななんて思って、また近いうちに伺ってたくさんの話を聞かせていただきたいと思っています。2月という玄関期に効率的な暖房、そういったものについてお話ししたいと思います。で、今ちょうど国民生活センターでエアコンの暖房のテストをしておりますが、こういった暖房機、エアコンとか温風ヒーターとか FF ストーブ、こういったものは温風型の暖房機です。これがちょうど寒い2月に十分温まらないといったことが起こることがあります。その時にちょうど温風型の暖房機2つを併用しますと、部屋の上の方ばかりが暖かくて下の方が寒いと、座ると寒いといった形になることがあります。で、そういう時には電気カーペットや電気ウォーターズを併用していただくと、非常に快適な温度が経済的に得られるようです。皆さんこんにちは。私は今大間にあります青年の家に来ています。実はなんと今夜、この青年の家が主催しますナイトウォークラリーという横文字ばかりのゲームというんでしょうか、スポーツというんでしょうか、何しろ行われるんです。今回はこの模様をバッチリとご紹介したいと思います。なんといっても夜中に歩くんですから、体力だけはつけておかなくっちゃね。ナイトウォークはね、小町図を使って、進めていきますので、あとで、ね、出発するときにこういう地図を渡します。ただこれをね、ただウォークに書いてあります。実際の小町図は、ナイトウォークラリーとはどういうものなのか、所長の関根さんにお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、あのナイトウォークラリーということを簡単にご説明しますと、まあ、最近できたゲームで、まあ、自動車ラリーからヒントを得たゲームだということで、まず少人数で、それから与えられました地図によりましてそのコースを歩き、そのコース上に設けられておりますチェックポイントで課題を解決しながら、しかも与えられた時間に帰ってくると、こういうようなゲームでございます。昼間と違いまして夜間ですので視野が非常に狭くなります。一人一人の行動力、注意力が非常に大切になり、チームワークの向上、それから友達の触れ合いという目的の中では非常に重要な、しかも有意義なゲームだと、こんなふうに思っております。手前じゃない？チェックポイント。ここなの？この丸い点じゃないの？違うの？この坂の名前。ごめんな。だからこの通りに登ってしまう。すごい無謀。なんていうんだろう。なんとか坂。1って書いてる。違う？分かんない。そう。上のが問題。しょうがねえな。じゃあ地図出すかって。
曲がったりしてね、はい、これでいいと。どうしてね、このウォークラリー参加してんの？これはただね、ほんの軽い気持ちで、ただ単にね、友達に誘われたからね。あ、お友達と一緒なの？スリルがあって、いいですね。スリルっていうか、スリルじゃない、スリルっていうか、なんかこう幽霊が出そうな感じがあったりして。これはだって違うよ。みんな、おみくじ、くじの強い人、わかんない、そばいて、一応困ってないでしょ。あ、ピーちゃん、はい、じゃあ、食べて。何があるの？飛んでるください。マホで落ちる、落ちた。あ、マホじゃない。うわー、美味しそう。落ちた。ここです。すごい美味しい。美味しいだろう。すごい泣きそう。もう目から涙出てる。ほら、熱くて。ちょっともう落としてもいいよ。熱い？熱い。おでも美味しいっすね。プレゼント。すごい湯気だ。飲みさん。いやー、嬉しい。1.2 人これ何しようって、もう今回表でしょ。あ、しないや。総合点を発表しまーす。ね。1パー15点。いやー、89点。3パー93点。どうでしたか、ナイトウォークラリー。あまりね、みんなと夜歩く機会は多分ないんで、良かったと思います。で、いつもとさ、違うなんか人たちと歩いてっていうか、面白くて、うん、やっぱ参加して。ためになったことってありますか？やっぱり、人生って楽しいなっていうことを教えてくれたなと思いました。ナイトウォークラリーいかがでしたか？寒いし怖かったんですけども、みんなと団結して無事ゴールすることができました。昼間の風景と全然違って、とっても面白かったです。それにしても職員の方々が作ってくださった熱々の豚汁、あの味は一生忘れられません。皆さんもチャンスがあったらぜひ参加してくださいね。工業高校ラグビー部の皆さん、全国大会大変お疲れ様でした。そして準優勝おめでとうございます。僕は県立相模台工業高校ラグビー部のキャプテン横山です。我がラグビー部部員数100名の大所帯で、過去全国大会出場9回を数え、準優勝2回、ベスト41回、ベスト83回を数えるラグビー部です。今年の花園の悔しさをバネに、来年こそはと毎日練習に励んでいます。惜しくも優勝は逃したものの、あの花園ラグビー場を所狭しと駆け回ったラガーメンたち、その勇姿はきっと多くの人たちの目に焼き付いています。
ですよ。はっ、よいしょ、前向いてる、前を、もう1000回行くよ、片側で、はっ、よいしょ、あ、スイッチ、肩でちゃんと、首と肩でちゃんと挟んでるな。監督の松澤智久さん、来季に向けての決意を。暮れから正月にかけて、全国高校ラグビー、皆様のご支援とご協力で、なんとか勝負ができました。残された1、2年生、来季に見上げて、優勝の2桁を狙っていきたいと思います。全国一の練習、日本一の練習を心がけてやろうと思ってますので、よろしくお願いします。今年は全国大会優勝目指して頑張ろう。頑張ろう。このビデオ広報ふるさと相模原は、市役所、出張所、金融機関をはじめ、横浜線橋本駅、淵野辺駅など市内37カ所で放映しております。皆様のご意見ご要望をお待ちしています。